NHK は経営委員会を開き、来年1月に任期満了となる前田輝信会長の後任に元日本銀行理事の稲葉延雄氏を起用する人事を決めました。外部からの会長起用はアサヒビール出身の福地茂雄氏が就任して以来6人連続となります。稲葉氏は2004年から2008年まで日銀の理事として金融政策を担当し、退任後はリコーで取締役会議長などを務めました。ニュースディグ。